はい、こんにちは。この前はね、別のカードキャプターさくらの、劇場版のやつがあってそれを紹介したんですが、今回はさくらのテレビのシリーズが20年ぐらい前かな終わって、で、シャオラン君が香港に帰ってったんですね。でその後の話なんですよ。で、これが封印されしカードあなたに伝えたい本当の思いってなって、さくらたち巴田小学校6年2組はなでしこ祭でお芝居をすることになり、夏休みも稽古で大忙し。そんなある日、さくらは香港に帰ったはずのリー・シャオランと街中でばったり。シャオランに告白されて、まだちゃんと返事をしていなかったさくらは、今度こそ気持ちを伝えようと決心するのだが、失敗ばかり。でも大親友の巴が誘ってくれた遊園地でついに告白できると思ったその時、不思議な機会が。それは全てを封印したはずのクローカードの気配だった。そしてさくらの魔力が次々と消えていく。最強のクローカードを前にカードキャプターさくらは最後のバトルが始まるという、そういう話でね、なってるんですけど、これがね、舞台をやるわけですよ。小学校最後のね、で学芸会ってやって、でそれがこうお姫様と王子様の、ね、役なんですけど、最初は、お姫様は、さくらなんですね。で、王子様役が、シャオラン君ではなくて他の子が、やってたんですが、封印のカードの力によってね、その子が怪我をしたんですね。でそうすると急遽、シャオラン君が王子の役をやったと。まさにぴったりのお役だったんですね。でそれはほらなぜかというと、この映画が終わった後に翼クロニカルっていうなんていうのテレビのシリーズが始まったんですよ確か。で翼クロニカルっていうのは、カードキャプターさくらが描いたすごい綺麗なね漫画家さんのクランプっていうのがあって、そのスタジオかなんか手掛けてるクランプさん、その会社が手掛けてるのがあの翼クロニカルっていう、まだこれねちらっと下見ただけでね、これももう10年以上前、2003年ぐらいだったかな、なるんですけど、いまだにあれは名作と呼ばれてて、そっちもすごく人気がある作品なんですが、それもまたレンタルで借りてみようかなとこの際ね、思うんですけども、それもねちょっと話がややこしくなるんですね。翼クロニカルの話の中にもカードキャプターさくらとかが、登場するところがあるんですよね。ただ翼クロニカルの場合ですと、話がややこしいんだけど、まさに前世なんだよね確か、だからその前世もやっぱりさくらとシャオランっていう名前なんですよ。で中国が確か舞台だったかな翼クロニカルは確か、でそれで、中国って言ってもその展開での話っていうのかな、でそれで魔物みたいなのと戦っていくっていう、確かそういう話だったと思うんだけど、そういうやつでスケールがこう言ってみればこう一気にこうファイナルファンタジーみたいなね、カードキャプターさくらだと、魔法少女みたいな感じなんですけど、翼クロニカルですと、分かりやすく言うとファイナルファンタジーみたいな、あんな感じのゲームなんですよね。ゲームっていうかあんな感じのアニメになって作品になってるんですよ。でそこでもやっぱり前世なので、さくらとかシャオランっていうのが分かりやすくそのままの名前になってるんですね。でトーヤとかトーヤ兄ちゃんとかね、あとはほら他の何て言ったっけ優しいほら兄ちゃんとかもいるでしょ、もう一人のね。でそれもやっぱりそのままの名前でね、ユキトさんか、ユキトさんもそのままユキトという名前で出てるんですよ。だからすごくややこしい話になるんですね。まず名前が同じだから、でほら同じ漫画家さんが描いてるから、描いてるからね、そのままのちょっと姿っていうか、ちょっと姿形は違うんだけど顔立ちとか背丈はほぼ同じですからね。で言ってみればこのシャオラン君がこのなんていうの翼の、大きな、確かシャオランって名前じゃない、翼ってなってるんだね。そう、これここではカードキャプターさくらではシャオランなんですけど、クロニカル
の世界だと翼になってるんですよね、うん、でそれで、翼くんってなっててその子がやっぱりシャオランくんとほぼそっくり同じなんですよ。でそれがシャオランくんが要は15歳とか16歳高校生ぐらいになった姿なんかな、うん、そのぐらいの姿描いてるんですよ。だから背がちょっとでかいわけね、うん、高校生ぐらいからそうやな20歳ぐらいまでじゃないかな、うん、姿確かにだと思ったな、うん、人間界でいうとねそのぐらいの姿なんで、まあシャオランが小学生のシャオランが大きくなったらこんな感じになるんだなっていうのはほぼ同じですからね、で想像いただければいいかなと思うんですけども、まあこれもね非常にね、カードキャプターさから封印されたカード、まあこれは見ていただいた方はわかると思うんですけども、あの感動してね、今までそのテレビシリーズですと第2期にわたってやってたんだけども、あの第3期かにわたってやってたんだけども、あの好きですって告白するんですね。でシャオランが香港に手続きのために帰っていくと、日本に来る手続きをしないと1年以上ですか手続きしないといけないからって1年間帰っていくんですよ。でそれであのその間にあのなんていうの告白をするんですね、シャオラン君が先のように。でそれで、まあさくらちゃんはその時に好きだっていう気持ちはあったんだけど、それをどう言えばいいのかわからない。当時はほらユキトさんって方も同時に好きやったから、じゃあユキトさんにも告白をし気持ちを伝えたいということで告白をしたら、でもユキトさんはいや自分よりももっと大事な人がいるんじゃない、自分は一番じゃないよって言ったんですよ。でそれはシャーラン君に対しても同じように言ったわけですよ。でそれでもっと自分より大事な人がいるはずだと、で言って、でそこで私にとって大事な人って何だろうって言ったらシャオラン君だったんですよ。一番の恋人の恋愛でね、うん、でそれでその人とこう結ばれたって話で、あやっと恋愛できたねと思ったんだけども、あのお別れですってすごい悲しい話だった。残酷っちゃ残酷なんだけど、うん、でもまあそれで気持ちは伝わってるよってことだった。で当時は今みたいにメールっていうもの、あの メールっていうか今みたいにスマホなんてものもないし、インターネットだって誰でも彼でもできるような時代じゃなかったから、その当時はほらまあせいぜいノート交換とかって昔あったけどね、うん、そういうふうにノートに書いて誰かにその好きな人に送る、そうすると好きな人から返事が来られればいいねみたいな、まあラブレビターみたいなもんですね。ですから当時はまあやり取りといったらまあ手紙でのやり取りとかまあそのぐらいでしかなかったんですよね、うん、で、第1の劇場版の時にもうすでにほらシャウラン君の家に行ったことがあるから、もうそこでそのうちの人とも親しくしてるから、まあ、連絡の取り合いはあったんだろうね、うん、ただ当時は今みたいにメールとかじゃなくてもう手紙でしょうね。インターネットがそもそも大事だけど、この時代の時にやったっても2000年なんでインターネットってものがないんですよ。そもそもスマホもないしタブレットもないしインターネットそのものが使えない。でパソコンだって誰でも彼でも持ってるわけじゃないっていうね、今の時代の感覚といったらすげえびっくりするかもしれないんだけど、そんな時代の話なんですよね、うん、で、まあ、そこから最近になって新しいカードキャプターさくらの話がまた出てくるんですよ。で漫画としてはまだ続いてるみたいなんだけど、まあ、それも公式であの YouTube で公式のねクランプさんのところが出されてるみたいなんだけど、なんていうんですかね、随分時代のしらきがあるなっていうツッコミありますけどね、20年ぐらい経ってるから、あれ20年ぐらいこの空白の間20年ぐらい経ってたはずだよねみたいな。でそれであの1年後になって帰ってきて、ただいまって帰ってきて、あれその1年がえらい長えなみたいなね、うん、もうあのこの地球で考えたら同じ年の人はもう30代か少なくとももう25、6歳ぐらいになってるはずなんですけどねただ私カードキャプターさくらと同じ年ぐらいですから、シャオラン君とかのね、ですからもう30、歳ぐらいになってるはずなんですけど、 おかしいなみたいなね、うん、まあそういうツッコミはあるんですけども、今の25歳ぐらいから30代、まあ、後半ぐらいになろうとするのかなのぐらいの人だったらもう懐かしいものですよ。ただそれ以前の方たちってのはね知らないと思う。要するに今のそうだね大学生ぐらいの方たちの年齢とかで言うと知らないかもしれないこの話は。
なんでかっていうと、その当時、まあ影も形もなかったですかね、それこそこのようにこの地球に生まれてないから、うん、だからそのこの地球に生まれたとしても生まれたばっかりですから、まだ赤ん坊ですからね、うん、の時に、まあ、カードキャプターさくらが終わりましたって話。だから今の若者たちは Z 世代と言われてますけど、その Z 世代の若者たちもね、もう見てってほしいなっていうふうには思うんですよ、うん、この作品ってのはすごい素晴らしい話でね、友達とか恋愛っていうのをすごく重要視してね、で当時ではその今でこそ LGBT って認められてるけど、当時は LGBT なんて認められなかったし、もうね、女性同士とか男性同士がイチャイチャするなんて言ったらおかしいとかね、それは変だとかね、気持ちが悪いとかね、そういう偏見っていうか、そういったものがすごい時代だったんですよ、うん、で恋愛は男女が付き合うのが当たり前みたいな、それ以外のことはありえませんみたいな、そんなような時代だったんだけど、このクランプさんってのはじゃあそういう世界はあるんだよってことを真っ先に20年ぐらい前に、もうそれをもっと今漫画が出たのが25年前だから、25年前の時にそれを教えたんですね。すごい話ですよ、うん、でそういったら今の時代に乗って LGBT っていうのがやっと認められるような時代になったんだけども、まあそんな困難な話があるわけですよ。で一番はこう男女の恋愛だよっていうことで、この場合はね、でそれで一番は男女の恋愛ということでそのなったわけですよ、うん、ただね、まああるね、ギターがね、練習しギターになんか練習買ってきて練習したいんだなんていうやついたわけですけどね、もうこういう世界のこと全くその人は知らないだろうけど、なんせこの世に生まれてなかったのからね。だけどあんたに欠けてるのは、そのギターで練習しようという欠けてる人間にとって一番何が欠けてるのか、まず友情という友達に欠けている、そして何よりも恋愛というものに欠けているね、これが残念だというぐらい欠けている、ものすごい欠けている。だからあんたは友達というものを分かってないね、恋愛というものを分かってない、そういう人間が平気な顔してね、 YouTube でミニカーの動画を出してるやつがいるわけですよね、うん、あなたはこういうカードキャプターさくらとかポケモンの世界とか勉強しなさいって話ですよ。ポケモンの世界もやっぱり同様、友達っていうものの大切さとか、ポケモンに対する大事さですね、あとその恋愛とかそういったものを読んだことに対する大事さですね、うん、そういった気持ちをちゃんとに欠けてるのがその子なん、その人なんですよ。だから私は残念だと思うよね。まあその人はね、あのシャウラン君みたいにちゃんとなれよと本当言いたくなるんですけどね。まあどっかに行ったらね、あそういう人もいるかと思えば、どっかでね、あのユキトさんみたいな存在やという人もいたからね、だからユキトさんと同じような存在の人がいるんですよ。でそういう人がね、あのこいつはシャオランになれるのかどうかっていうのはちゃんと教育してやってください本当にね、うん、で私がまあ今度また恋愛できた時にね、あの誰かと恋愛した時に、それは男の人になるかはわからないし、逆に言えば女の人を好きになろうというきっかけが、出てきたは出てきたですからね、うん、だからその時にあのまあ女の人だったらさくらちゃんみたいな人ですね、で男やったらあのシャオラン君みたいな人ですね。でも逆にさくらちゃんみたいな女の人を女性を好きになった場合は、こっちがシャオラン君みたいな感じになんなきゃいけないですからね、うん、それはその時にユキトさんみたいな人があの教えてくれると思うんですよ。こういう風に恋愛ってのはした方がかっこよくなるよとかね、うん、こういう風なのがいいんですよとかね、うん、そういうのをちょっと個別で教えてくれる人がいればいいんですけどね、うん、ですからまあそういう風な感じですよ。だからそいつがさ、もうそのもう一人のやつがさ、ちゃんとあんた恋愛に欠けてるやつにさ、あんたちゃんとシャオランになんなきゃダメじゃねえかと、ちゃんとにそういう教育を受けさせてやってくれって言いたくなるんですよね。だけどあのなんていうの、難しいかもしれないな、そいつにとってみればな。でそんで音楽を奏でるんだとか言ってんだから、あ話がな、残念やなと思うんだよな。音楽を奏でるにはね、恋愛をしないといけないんだよ。それで友達ってものを大事にしないといけないんだよ。この2つが欠けてる人がですね、どうやって音楽でいくらギターを弾いたから、ピアノを曲を弾いたからって言ったって何にも響かないんですよ。これが後にあの川崎キャブラさくらがね、チャオナンと言ったらあの運動力が抜群ですから、イケメンですからね、シャロ君もやっぱり世界一イケメンですから、
やはりそのなんていうんですかね、こう次に2018年ぐらいにあれですよ、まだちょっとコロナが来るちょっと前ですね、の時にカードキャプターさくらがテレビで復活したんですよね。でその時にシャウラン君が確かピアノのを完全にマスターしてるんですよ。ピアノが弾けるんですね、うん、だそこでも言ってやりたいね、あいつらね、うん、シャウラン君の世界一イケメンのシャウラン君はピアノを弾けるんや。でピアノでね、世の女性のハートをわしづかみにしたいの、ね、なのにギターを持ってるやつはね、何の曲を奏でようが響かねえじゃねえかと、うん、ね、でギターを買っても泣いてるなと思うね。だってギターを買ってきたってギターはこうやって弾くんですよって音すら出さないじゃないですか。動画でそれを一つも紹介しないと。ただギターを買ってきましたよ。ギターというものはね、そもそも楽器というものはね、買って紹介するそれだけじゃダメなんですよ。楽器の本来は音色を響かなければダメなんですよね。だからいくら動画で楽器を買いましたとやって紹介したところで、じゃあ何も音楽とか何もそういうものを何も弾かなきゃだったら何にもならないわけですよね。うん。だからそこには確かに著作権だ、んだこうだってのはあるかもしれないけど、そういったものをうまくこう、なんていうのか、うまい子を使ってさ、で、それで、なるべく著作権というものにかからないようにしてさ、で、それで、その、なんていうの、例えばこういうふうに、ね、ギターは、例えばどこの弦を弾くとこういう音が鳴りますとか、そういったことぐらいはできると思うんだよね。曲をちょっと奏でるってのはちょっとできんかもしれないけども、ね、なので、そこでもそいつに言いたいですよ。あなたに欠けているのは何なのかね、私がある時ですよ。コロナがちょっと来るちょっと前ぐらいだったかな、うん、の時にデートした時にですね、お前さ人の恋愛をぶち壊したよなみたいな、裏切り者がいるんですよ。裏切り者が、あるギターを持った裏切り者がいましてね、そいつが、そのギターは魔力でも持ってるんですかね、ね、見事に裏切りましたがね、冷たい目で見てね、裏切りおったですからね、うん、私はね、純粋な人を怒らせるもんじゃないんですよ。ある人にはもうお分かりいただいたんですけど、私はね、純粋な気持ちが強いと同時にですね、すごいなんか時にはちょっと人を恐れさせるぐらいのオーラがあるらしいんですよ、うん、無の魂っていうのがそれがすごく出てるらしいんですね。でそれはもちろん純粋な人はそんなことしないんだけど、それを裏切ったりとか、バカにしたりとかすると、そういうすごいその私の無の魂の怒りっていうか、もう一人の自分っていうか、それがものすごいオーラを発揮してわーってやるらしいんですね。うん、恐ろしいですよ恐ろしい、これ自分で聞いても、後でそれ自分で聞いたんだけど、恐ろしかったんですけど、そういうのがあるんです。でそいつがですね、人がせっかくの記念すべき恋愛というものをめちゃくちゃにしたんですね。で自らこう破壊をしていくというかね、でそいつが何て言ったか、騙されんのが悪いんだってすごい言い方したからね、お前誰に向かって言うとるねみたいなね、うん、こっちは王様なんだよ、王様に向かってなんという無礼なことを言うんだと、うん、ね、恐ろしいですもんねなんかどっかで話した時、個人的にちょっとね、通話みたいなね、電話だったかな、話した時に、私はただ話しただけなんですけどね、すごい震えてたんですよ、相手が、うん、だからなんかのケアをバーって感じたんでしょうね、電波としてバーって感じたんでしょうね、だからなんかすごい震えてたんで、分かるわなみたいなそこまで言えば恐ろしいなと思うかもしれませんけどね、うん、だから純粋な人ってのは魂がすごく強いんです。
だから純粋にいる人に対しては優しくできるんです。ただそれを裏切ったりとか、バカにしたりとか、見下したりとかですね、そういうことをするとね、ものすごいオーラの怒りが出てきてですね、ブワッって嫌なんですね。これは恐ろしいですよ。そういう時の魂の発し方っていうのは、人が寝てる時に幽体離脱みたいにスーッて出てってですね、でそういう裏切ったことをやるとブワッすごいですからね。まあある意味このカードキャプターさくらの封印されたカードでもですね、最強のカードっていうのがあって、でその最強のカードが、まあある程度形見ていただけると分かるんですけど、友達を返してって言うんですね。ですごく悲しげな顔した女の子なんですけどね、女の子のカードなんだけど、その子がすごい悲しげなんだ。ただその子がその魔力っていうか、それがすごい強くてですね、もうさくらのカードを全部引っ込もう全部私のものに返してって、すごい勢いでもうさくらちゃんの大事な人をどんどん消していくぐらいすごい力を持ってるんですね。だけどこの人と友達になれることによって、その逆に見ればすごい優しさっていうのが出てるんです。だからそれをさくらちゃんというのはちゃんとそのカードの本質っていうのを見たわけですよ。最初はこのカード近寄りたくないぐらいおっかねえなと思ったんですけど、ただそれと戦っているうちに、あ、この人は同時に人をすごく優しく、他のカードをものすごく優しくできる。なぜならこのカードのね、一番上のリーダーだからです。まあそこまで言っちゃうとちょっとね、話し合いがちょっと分かっちゃうんですけども、でもあのカードのリーダーだからこそ、その一番カードの中でもものすごい上の王様だから、カードの中の王様だから、カードの中の王者だから。だから王者の中の王者だからね。だからそれがあのなんていうのかな、カードを返してって言うんだけど、だけどそれをあのこの人の優しい力というのが同時に備わってるから、この優しい力というものを引き出せば、ものすごくさくらとかシャオラン君とか、まあ、そのさくらに大事にしている友達だとか、そういったものをこの地球のすべてをね守ってくれる、それを優しく包み込んでくれる、そういう能力があるっていうのを見抜いたんですね。でそれでこう話が進んでいくわけなんですけども、まあなかなか面白い話でしてね、ためになると思います。ですからね、何か失われた方たちね、例えば私もミニカーを全部親に燃やされました。だけどその時にカードキャプターさくらによってですね、絶対大丈夫だよと有名な言葉があるんです。でそれでさくらもね、カードが全部奪われてしまった。まあこのクリア後にクリア編となると全部消えちゃうんだけど、カードがね、集めたカードが全部なくなっちゃうんだけど、でもそれをこう取りどうやって取り戻していくのかって、まだその話はまだこれから見る予定ではあるんですけどもね、 見る予定とか見るんですけども、まあその時にね、私は負けないと、たとえ周りのものが奪われたとしても、自分の大事な人がカードによって消されたとしても、私は負けないんだと、私は一人じゃないんだと。でそうやってさくらちゃんはテレビシリーズでも戦い抜いたんです。でそういった姿が多くの人たちのファンを獲得したんです。だからたとえ目の前にあった大事なもの、例えばそれは自分が大事にしていたおもちゃとかゲームとか友達とかあるじゃないですか、でそういったものっていうのはね、失うものもあるかもしれない、何かの拍子で失ってしまうかもしれない、でも私は負けないってことなんです。だから俺から言ったらモグラには負けませんとね、モグラがですよ、例えばですよ、ゲーム機を奪いましたね、ミニカーや全部奪っていきましたね、恐竜から動物からみんな奪っていったんだとしてもですよね、それはカードキャプターさくらは大丈夫だよと、負けないでねということなんですよ。それはそういった魔力ねから吸い上げられたらね、新しい世界を作ればいいんだと。だからさくらちゃんはね、クロウさんが集めたクロウカードから私の時代だっつって、ね、もうクロウさんはこの世にいないから、ね、さくらカードってのを作ったんですよ。でそれで他のカードたちをクロウカードから桜カードにどんどんと変えていったんですね。うん、で
もうそれはもうあなたたちは大丈夫ですよと、クロウさんは悲しいけどこの世からいなくなったと、でも私はクロウさんの魂を継いでると、だからサクラカードなんだ、桜なんだと、だから桜で覚えるし、もっと前は前世で言えばクロウさんでもあるんだと、クロウさんの魂も入ってるからね、だから大丈夫ですよつって、でそうやってまた集め始めたんですよ。でこれをまたクリアカードになる件になるとクリアになっちゃうんですね。うん、でそこでどうやっていくのか、どうやってまたそれを取り返していくのかっていう話になっていくと思うんですけど、取り返していくっていうか、その後どうなっていくのかって話なんだけど、まあそういうことなんです。ですから私はカードキャプターさくらというのにすごく励まされて、あ、こういう恋愛してみたいなと思ったし、こういう友達作りたいなとか、こういうミニカーとかそういったものを集めるきっかけにもなったんですよね。うん、それはスカイラインの場合だとアブデカとかの方もあるし、これですとそのミニカーとか集めたりとか、他のキャラクター集めたりするのもやっぱりカードキャプターさくらのおかげだったんですね。で、失われたミニカーからね、まあ一時期ゲームソフトも全部ってわけじゃないですけど、また私はね、ミニカーは全部奪われました。で、ね、ゲームソフトもね、こう奪われそうになったこともありました。でもその時に、当時ゲームソフトも高かったですよ。でも私はさくらちゃんに励まされたり、シャオラン君に励まされたりしたから、じゃあ私は、ゲーム機をまず買ってみようっつって、当時ゲーム機高かったですよ。5000円6000円もしてたからね。今みたいにオークションとかメリカリで数百円で数千円でなんて買えないですから。でそれを取り返してったんですよ。それを集めてったんですね。ですごい集まったもんだから、よし、じゃああの時ミニカーを全部奪われたけど、で母親という魔力によって奪われたけど、それを取り返して、それで母親に本当の愛というものをね、愛情というものが大事なんだよということを伝えてやろうと思ったんですよ。うん、ね、だから大事なものを奪ってはいけないんやと、うん、そういったことをこう言いたかったんですね。何しろ私の母親ってのは同じようにやっぱり知的障害を抱えているところがあって、発達障害も抱えているようなところもあったんです。ただ母親の時代というのは知的障害という言葉も多分あんまり浸透してない時代だったし、発達障害なんてものもその当時はなかったですからね。だからそういう時代だった。だからあの母親も辛い過去があるんだけども、あの人は完全に闇の世界に入ったからね、だから闇の世界に入っちゃいけないんだよということを教えてやろうと思ったんです、同時に。だからどっかの母親が私の動画をどっかで見つけてね、見た時に、あなたが奪われ去ったクロウカードみたいなもんですよね、私は桜カードに変えたんだみたいな感じでね、私もね、スカイラインのカードに変えていくやんみたいなそんな感じですね。でもまあなかなかね、これは素晴らしいアニメでございました。でそしてやっとクリアカード編にね、私を見ることができましてね、ありがとうございますって感じです。どうもありがとうございました。